オス、マッピー課長です。今回は新実況、やつは四天王の中で最も金持ち、こちらをですね始めていきたいと思います。寝起きでございますので、ちょっと声があまり晴れない状況ではあるんですけども、頑張って実況していきます。ではスタート。あ、カスル出た。あ、じゃあまあ1で、なるほどね、3つまで出たからな。なんか来た。良い子の諸君、ご存知伝説のヒーロー、ラブ&ピースだ。今この世界では技ガチャというものが至るところで使われている。こいつラブ&ピースというの。あ、技ガチャは上と下の、あー、上のカプセルと下のカプセル。なるほどね。あー、なんか面白いな。誰でも簡単に自分だけの技を作れる画期的なアイテムだ。その技ガチャを使って火を起こして料理をしたり、疲れた体を癒したり。少年少女だけではなく、仕事で忙しいビジネスマンや奥様にも大人気だ。しかし今この技ガチャで悪さをする悪人どもが大勢いる。世界は悪の四天王によって支配されているのが、え、何、やつは四天王から最も金持ちが言っときながら四天王敵だが、諸君心配いらないぞ。この私がいる。お前強いのか。伝説のヒーローラブ&ピースが必ず平和を取り戻す。私はこれから四天王を討伐してくる。待っていてくれ世界のみんな。しかしその後ラブ&ピースの姿を見た者はいなかった。やられたのか。ラブ&ピースの敗北がまことしやかに噂され、世界から希望が失われた。ヒーロー不在の時代が訪れたのだ。ほう。愛も平和も秩序もなく、悪ははびこり、人々は暴力に怯えた。新たなるヒーローの出現を誰もが待ち望んでいた。そして、そんな時代を終わらせるため、小さな村に住む少年が今立ち上がろうとしていた。お、なんか、ポケモンみたい。いきなり自分の部屋から始まってテレビある。龍馬。お、いたいた。準備に随分時間かかってるな。早くしないと技ガチャの練習時間がなくなっちゃうぞ。そうそう、棚に入ってる技ガチャと携帯は忘れないように持ってこいよ。お、なんだこれ。移動仕方。画面をタップするとカーソルが現れてその場所に。なるほど。じゃ下で待ってるからな。こんな感じか。へぇ。お、おお、早速。お、あー、これを忘れるなって言ってたのかよ。テレビは何もない。テレビも何もない。ウェイトもないと。よし。お、マイホーム。ちょっと、タンス。タンスというか、クローズ、何もないが。お母さん。あら、まだ準備をしていたの。龍馬が外で待ってたわよ。龍馬も弟のあんたも兄弟揃って、あ、兄弟なんだ。なるほど。お、龍馬。お、来たら早速練習を始めるか。まずは携帯のアカウント登録をして、ああ、そんなことしないといけないの。あ、これが、あ、なるほどね。これがプレイヤー名か。じゃあまあ、待って。あ、ちょ、待った。え？ん？あ、オッケーオッケー。マッピー会長。うん。あ、マッピー。うん、マッピーでいいよ。ようこそ、マッピー。おー、すげえ。なんだこれ。どれどれ、マッピー。よし、ちゃんと名前が入ってるな。これは技ガチャを開発したギガパゴスカンパニーという会社が出してる携帯で。いや、そのギガパゴスカンパニー敵になるんじゃないかなって僕予想するんですけど、ギガパゴス携帯というんだ。ガラパゴスじゃねえんだな。技ガチャやるな、持ってないとな。さて、お待ちかねの技ガチャだけど、マッピーはどんなガチャを持っている。体当たりだけだよ。体当たりだけか。下のガチャがしか持ってないなんて珍しいな。でも困ったら技ガチャを上のガチャと組み合わせないとできないと。んー、よし、俺のガチャで余ってるのがあるからそれをやるよ。あー、どうしよう。選んでて相手に任すのもあれだけど、まあここはそうだな、白、ちょっとね、真っ白を望みましょう。なかなかセンスいいな。上のガチャもらった。わざわざ持っているだけだと意味がなくて、装備しないと意味がないと。はいはい。ドラクエでもね、そういうこと言ってるね、武器屋さんがいましたね、なんか。装備は、ギガパゴス形態のステータス画面でできるから早速やってみな。これか。左下になんかコマンドが追加されたと。ガチャの装備はステータス画面で行います。一番上のタブを押してみましょう。ん？ん？あ、はいはい。メイン技の確認画面になりました。これは、まあ、これは、よいしょ。これ分かるよ。だって。
これでしょ、純白の下体当たり純白の体当たりってなんだよ。でサブ、あ、これがメイン技だ。戻ると、よし、これできてるんだな。それじゃあそろそろ説明終わっただろうし、次は実践練習だ。お、バトル始まった。ヒロイック龍馬、ほうほうほう、技カード、カード、お、いや、お、あ、ガードか、これ、あ、ガードだ、なるほど。ちょっと文字分けがなんかちょっと分かりにくいが、よし、純白のタイトルぐらい。お、オクティカーウィン、レベルアップ。あー、面白いぞ、ははは、なかなかやるじゃないか。この調子でいけば技ガチャで悪さをしてるやつらにも勝てるかもな。さて、今日はこれくらいにしておくか。ちょっとギガパゴスケーターかしめな。これ弟と、こいつ弟かな、兄貴だよな。これで現在の状態を記録することができるぜ。一休みするときなんかはちゃんとセーブしておけよ。じゃあ最後に我が弟、あー、やっぱ兄貴だったな。新しいガチャでも買って、あ、はい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 、そこはちょっとね、ソシャゲみたいにね、なんかレアガチャみたいな感じかな。当たりたん、ちょ、りょう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 ま、ヒロイックパンチ、ヒロイックりょうま、純白のマッピーって名前になってるけど、まあいいけど、まあいいけど、純白、純白だ、俺純白だもん。あ、ちょっとちょっとガチャ引く前にこの人たち話を聞きたい。四天王はたった4人で世界を支配しているんだって。この町は俺が、あの町は私がとか、確かにそうだよな。だからそういう分け方してるとなんかちょっと可愛いよな。ガチャはすごく便利だけど悪いことに使う人もいる。本当に怖い世の中だよ。こんな感じなんだろう。またまたまた、看板見よう。宝、ドラゴン宝石、ドラゴン宝石だな。見つけた人にあげます。こん中じゃね、違う、これか、違う、あ、待って待って、課金してんのっていう人たち、課金しまくってんだろう。わざわざを開発して販売しているのはギガパゴスという会社だよ。まあ、増やしてる。え、この辺どっかにあるんだろう。ちょ、この、え、ちょ、待って、これ2倍速 しようかな。見つかんねえな。ないな、うん、あるかしらないけど、とにかくない。よし、セーブしよう。え、セーブし、セーブして続ける。技ガチャをやる人はみんな一つはこだわりのガチャがあるんだよ。大抵メイン技の上のガチャ、上ガチャにこだわりのガチャをつける。あー、だから純白のになってんだな、俺の名前が。なるほどね。これはこいつ誰だ。え、武器とか防具はどこに売ってるのかって。お前何を売ってるんだ。武器とか防具とかそんな物騒なものはないよ。装備するとはガチャ、ガチャ開いて強くもなるし弱くもなる、そういう時代だ。なるほどね。ここには何もない。これなんだ。お、あなたはもしや初めての方ですね。ようこそガチャ寝起きだから喉が痛い。ようこそガチャショップへ。ここではわざガチャを販売しております。ガチャショップはギガパゴスケカンパニーが運営しているお店です。お店は世界各地いろんなところにあるので旅先でも安心です。ガチャ加工法は全部で3つあります。その1、ガチャのショップのカウンターで欲しいガチャを買う。その2、いろんな場所に置いてあるわざガチャマシンを回す。その3、ギガパゴスケータイムを使ってギガマシンを回す。わかんねえガチャショップやわざガチャマシンでガチャを買う場合、お店まで移動しないとガチャが買えません。ただし、ギガガチャマシンだけは街の中でもダンジョンでもどこでも回すことができる。ギガガチャマシン、はいはいはい。ああ、このギガショップでどっから買うってことか。これでギガパゴスが運営するオンラインショップギガショップへアクセスできます。ギガショップはインターネットにつながっていればいつでもどこでもご利用いただけます。ただしギガショップでは、ドラゴン宝石というアイテムです。さっきのやつか。普通の G は使えゴールドかな。注意してくださいね。プレゼント、なんだこれ、プレゼントボックス、運営からの、あー、はい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 、魔法石的なアイテムや。おお、キズエイド、エナジードリンク、脱出、おお、脱出ポットってこれ一人用のポットで買うのあれじゃねえの。
あ、違う？違うか。これ1回20ゴールド5連、ちょっと待って、またまたまた、ん、うんうん、わかった。これはドラゴン宝石を買う販売所。あー、これが課金アイテムかな。ドラゴン宝石を G にする。ギガガチャを回す。あー、これがレアなやつなんだな。ドラゴン宝石5個でこのレアなやつが引けると。なるほど。じゃあこのちょっと友情ガチャ的なね、これを5連しよう。うぅバトルレシーブ、風が吹きすさぶトランペット、本当は優しい淡い、グリーンピースユアマインド。またも殺しちゃう。あ、待って、プレゼントがある。お、ありがとう。サブ技、風が吹きすさぶコロシアムってどうよ。うん、これ強いんじゃね。オッケー、決まった。これだ。ん、あ、またまた、あ、当てる当てる。戻って、で、これは本当は優しい You're mine 面白いな、これ本当は優しい。ちょっと兄貴にも装備してあげたい。うん、うん、グリーンピースレシーブ、オッケー。で、マダムアウェイ、マダムアウェイ、マダムアウェイ。で、バトルトランペット、これでいいや。何度もバトルして技を磨き、ようやく自信がついてきたのでトランペットを吹く。これ上の説明なかなか面白いな。ほう、兄貴ちょっと強いと。で、アイテム一覧が これと。なるほどね。うーん、じゃあまあガチャも引いたことだし、お、イベント始まった。うわ、おぶつは消毒だ。あ、違う、おぶつってこれ完全に世紀末のやつじゃん。おぶつは消毒だだろこれ。かの有名な破壊王石ジャブ様、石ジャブおお、え、なんだ、俺ダメージ受けた今。なんだあいつ。おい、マピン行くぞ。で、あいつ倒したらちょっと今回終わろうかな。おぶつは消毒だろこれ。なんだお前ら、破壊王石ジャブ様に盾つこうっていうのか。怖いもの知らずな、石ジャブ様に石ジャブってやめろよ。石パッとこお、加熱消毒してやる灼熱の、お、先に攻撃してきたな。技、純白の体当たり、風が吹きすさぶ殺し。純白の体当たり行きましょうよ。全然効いてない。ヒロイックパンチ、ヒロイックパンチ。お、ヒロイックパンチなかなか。風が吹きすさぶコロシアム。あー、今ストロングって出たな。こっす、風に耐性があるってことか。マダムアウェイ、おー強い。マダムアウェイ強い。クリティカルだったっていうのもあるけど、お物は消毒だー。いてーよーこれハート様だろ。石ジャム様に報告だ。当たりタウンには石ジャム様に立てつくバイキンどもがいるってな。石ジャブギルドのあるかげで貴様らを消毒してやる。世紀末だね。石ジャブを倒しに行こう。あの、お仏が、あの、お仏、お仏って名前なんだよな。それ形容詞じゃないよな。飯じゃないよな。しこ、うん、この衣装してる視点の正確には課金してんの。あ、これ聞いたな。よし、じゃあ今回はこの汚物を倒したとこでキリがいいので、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではセーブして終わりましょう。はい、やつは視点の中で最も金持ちパート1でした。次回からはね、どんどんこの兄貴の龍馬と、冒険して、その石ジャブっていうねやつをね倒す、まあパート2、パート1回のパートじゃちょっときついかもしれませんけども、頑張っていくので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。ではここまで見てくれた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アディオス。